いつもありがとう。私も応援してるよ。ハローステ、今回の相手はモーニング娘。24の岡村ほまれとお茶の間の米村きららです。今回はこんな2人がお送りしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、私たちはすごい普段仲いいコンビなんですけれども年齢だと一つ違いの2人ということで、そうですね、実ははい、この間は一緒に鎌倉にも遊びに行きましたけど、行きましたね。私たちはどうやって仲良くなったんでしょうか。コンサートの2オーバースですっていう、はい、そのハロープロジェクトのコンサートがあったんですけど、そちらで仲を急激に縮めまして、縮めました、はい、どっちが声かけに行ったとかはちょっと覚えてない、覚えてないぐらいですけれども、うん、お互いでもちょっと仲良くなりたい感じだったので、うん、すぐ仲良くなれましたね。はい、なれましたよ、はい、普段はホマタンとか、うん、オカホマとか呼んでるんですけど、オカホマはね、あんまりね、オカホマはちょっとあんま納得してないっていうか、そう、反応悪いんですけど、ちょっと癖になるのでちょっと楽しくて呼んじゃってはい、はい、キーちゃん、なんだっけ、キーちゃん、キーちゃん、キーちゃんって呼んでもらってるんですけど、キーちゃんなんか可愛くないですか、ちょっと彼女っぽくて、キーちゃん、確かに、はい、仲良く過ごしています。はい、はい、相手の人となりについて、人となり人となりですか、はい、やっぱ岡村ほまれちゃんはすごい可愛らしい印象あると思うんですけど、うん、面白い子なので、はい、そこのギャップにね、おー、いい言い方してくれて、はい、感じますね。そうですね、米村きららちゃんはまあなんかどうですかね、みんなからどういうイメージなんですかね、ファンの皆さんから。あ、でも正統派アイドルって感じ、うん、ガサツとかよく言われるから、言われる、うん、じゃあ、まあ若干イメージの通りかもしれないです、ね、でも、うん、すごい仕事に対してプロ意識がある子なので、私はそういう部分も尊敬していつも仲良くさせていただいてます。ありがとうございます、はい、ということで、それではこちらの映像をご覧ください。どうぞ。ルルレイ姫リアイイチカサキサクラカカリミフ、うん、初日楽しみましょう。はい、あとはみんなを楽しませるのを第一に、うん、はい、楽しみ We are チュチュース。イエーイ、お願いします。お願いします。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日参加、はい、了解。
すっごく好きだからなんだよ。2024トライアングループ初日が終了しました。来ていただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、れいちゃんどうでしたか？わー、楽しかった。そうですね、すごい、そもそもリハーサルから楽しみにしすぎてて、なんかもう、なんだろうな、武者震いってこういうことだなっていうのを、結構公演の前、もうオープニングかかった時点からすごくって、しかも私たちが、リーダーサブリーダーになってから初めてって思って、でコメントでも来てたんですよね、いっぱい、なんか楽しみにしてるよみたいなのをいただいてたので、すごく気合が入った初日でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一人ぐらい、エヴァ。はい、はい、そうですね、このトライアングルーム2はトライアングループの最初の日本武道館公演と同じようにこう3チームがあるんですけど、それぞれなんだろうな、考えることとか練ることがたくさんあったので、なんだろうな、私たちキュートチームがいるんですけど、キュートチームだったらリハーサル終わりにちょっと振り付けを足してみたりとか、いろいろ練ったのでね。そう、私がちょっとここで私が倒れてみたらどうですかねみたいな感じで言って練習してたら、なんかあざになってて、ふと見た時になんかめっちゃ赤くなったけど、なんか赤くなった後すぐなくなったから、青タンがすぐなんか長く続くのに赤タンってすぐ治るんだって感じで片付けました。はい、ぜひね、注目してみてほしいなって思います。あのチーム、そう、見てほしいなって。はい、そして、11月19日火曜日にですね、私たち JUICE JUICE単独の日本武道館公演を行います。トライアングループ2のスペシャルと題しまして行うんですが、今回その2018年のトライアングループの第2弾ということで、キュート、アクティブ、パッションの3つの顔をお届けするというコンサートになっております。武道館はスペシャルになるらしいんですが、はい、今日の初日でも私会場揺れて見えたんですよ。違うんです、もうなんか皆さんの厚さもすごくて、それで今ホールでこれだけやってたら武道館スペシャル、すごい揺れてんだろうっていうすごく楽しみなので、なんかね、それまでにここもきっといろんな試行錯誤を積み重ねて、すごいものが出来上がると思うので、すごく楽しみです。すごく渋滞してる。でも、そういうことなんです。大丈夫だよね、今日ね。そうですね、本当にありがとう、いっぱい歩いていただいて、ありがとうございます。そのお返しの気持ちもね、しっかり届けられたらなっていうふうに思います。お待ちしております。お待ちしております。それでは、改めて引き続きね、秋ツアー続いておりますので、みんなで頑張っていきたいと思いますし、日本武道館公演もお待ちしております。待ってます。以上、ジューシューでした。モーニング娘。24の岡村ほまれとお茶の間のゆれむらきららがお送りしているハロステ。ここからは少しお互いのことを話していきたいと思います。はい、私からいくつか質問をするので、あまり考えずにパッとテンポよく答えていきましょう。はい、頑張ります。はい、それではいきます。お茶の間は先月ニューシングルをリリース。一人カラオケの時のコツを教えてください。癖強めに歌うことです。現在秋ツアーの真っ最中、ツアーのお供に欠かせないアイテムは何？歌っても落ちないリップを持っていくことです。キララちゃんといえば TikTok、
私岡村誉と一緒に撮影するならどんなのがいいですか？可愛い曲やりたいです、うん、モーニング娘。で一番好きな曲は難しいな、リゾナントブルー、うんうん、最後にお茶の間としてやってみたいことは海外公演です。おー、はい、はい、ありがとうございます。そうだな、うん、気になったの癖強め、カラオケの時のコツ。そうですね、これはちはやブルーに特定してちょっと答えたんですけど、ちはやブルーはすごいかっこいい曲で、ちはやぶっている、荒ぶっている感じで歌うのが、あ、そうなの、そうコツかなと思うので、うちょっと歌詞も攻めた歌詞になってるので、うん、ちょ歌詞の意味にこう力を込めながら歌ってもらえたらなと思います。これが大好きやろ、これ振り付けね、わかる、そう振り付けもあの特徴的なので、うん、ぜひカラオケでも歌って踊ってこうやって楽しんでもらえたらなと思います、はい、よくカラオケも一緒に行くのでね、はい、生で教えてくださいよ、あ、ぜひ、はい、お願いします、グラで歌います、はいはい、あと TikTok、はい、かわいい曲って言ってくれてましたけど、うん、はい、そうだね、やっぱほまたんはかわいいイメージがあるので、ほまたんのかわいさを TikTok で広めたいなと思ってかわいい曲を選びました。この後撮ろう撮ろう、うん、すぐ覚えられるかな、いける、私も振り覚えだいぶ遅いから、ほんと、そう頑張ろう頑張ろう、頑張って覚えます、ね、覚えます、はい、撮ってみましょう、はい、ということでほまれちゃんへの質問は VTR の後で。ハロステ今日も最強って、最近用のパーティー、弱いプリンは無理飽きた、モーニング娘。24最強 Now on sale、椿ファクトリーニューシングル青春エクサバイト Now on sale。 お茶の間、ちはやブルー発売中、ハロステ。続いては私からほまれちゃんに質問をしていきたいと思います。はい、頑張ります。最近メイクに興味津々のほまれちゃん、うん、秋冬で気になっているトレンドは？トレンドというか流行ってるメイクレシピ。ほまれちゃんといえば文房具、最近の一押しアイテムといえば？片手で押せるホチキス。岡村ほまれとして今チャレンジしてみたいと思っていることは何？バンジージャンプ。一生食べ続けるならパスタ or ハンバーグどっち？パスタ。卒業が決まっている石田あゆみさんと最後のツアー、うん、このツアーの間に石田さんから吸収したいことは何？ダンスのおそどり。おお、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気になったのは、うん、やっぱ石田さんから吸収したいこと、うん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 、おそどり。そう、なんかこれは、うん、やっぱ石田さんって言ったらダンスのイメージがあると思うんですけど、うん、なんか最近思ったのが、その最近石田さんの踊り方もちょっと変わってたのかなって自分的に思ってて、その振り振りとか新しく撮って、あの見返した時にやっぱ石田さんだけ体の動きが使い方がすごい上手だなっていう風に思って、で自分はどちらかというと遅撮りか早撮りかって言われたら早撮りしてしまう癖があるので、やっぱ音を最大限一音一音最後まで使うっていうのはかっこいいので、遅撮りにできた方がなんかあえて遅撮りを使えるようになりたいなっていう意味で、はい、いいですね。おそどり、リズムってすごい人によって取り方違うし、うん、難しいところはあると思うんですけど、うん、確かに石田さんのおそどりすごいかっこいいので、かっこいいよね。そう、私も吸収できたらいいなとは思いますね、うん、そして、はい、これ私からの質問、私が考えた質問なんですけど、うんうんうん、一生食べ続けるならパスタかハンバーグかっていう、これさ究極だよね本当に絶妙に究極な質問なんですけど、うん、パスタということで、理由だけちょっと聞いてもいいですか？なんか飲み込みにくくなってきそうかなって、3日目くらいからハンバーグって。そうだね、ご飯とかも禁止なので、これはハンバーグだけ、だけ味も一緒なんですよ。そう、パスタも多分、まあ、ペペロンチーノあたりかな、一緒そう、そう、まあ、確かにそれで言ったらパスタかな、うん、それで言ったらなんか喉通り的にパスタ、うんうん
つるっといけそうだ、ね、つるっといけそうだからなんか飽きてもなんかどうにか喉を通っていきそうじゃん。確かにハンバーグとかさ一回さなんか飲み込んでもさなんかこう戻ってきそうじゃん。つっかえたじゃん。つっかえた なる瞬間にそうだから。そうまあでもどっちもちょっと飽きるよね。味ないのずるいよねこれ。まあ一生だからねさすがに飽きますけど、うん、パスタということでパスタ新しいホマトの一面知れましたね、うん、ありがとうございます。すごいなんかさすがの質問を考えてくる今村キララだなっていう風に思います。話してこの後も続きます。東京都出身中学1年生の吉田ひかりです。ジダンダダンスのイベントで宮崎ゆかさんに実際に会って握手をしてもらって、でその時に嬉しくてアイドルってすごいなと思ったからです。あとその時に上村あかりさんにハロプロ入んなよみたいな感じで言ってもらったので、すごくなんか勇気をもらった感じがあったからです。25歳演説説で宮崎ゆかさんの卒業の曲でハロプロを卒業したからこそそのなんか言える感情みたいなものがたくさんあって、心にすごい聞いた時に響いたからです。身長を伸ばすことです。今現在152センチで、その理想は182センチです。マンホールカード集めです。そのご当地のカードみたいなものがあって、それを全国でいろいろたくさんなんかあるので、それを集めるのが楽しいから。好きな動物は子猫とトラです。似ている動物としてもなんか好きな動物としても子猫があって、トラは強くてなんか襲ってくる感じがあるので、勝負事とかの時にここにでっかいトラの絵が描いてある T シャツをよく着てます。ママの作ったイクラと焼肉の座布団っていう部位です。バドミントンとサッカーです。バドミントン部みたいな感じの少しなんかちっちゃいところがあって、なんかそこで少しやってて、あとはサッカーで5年生ぐらいの時にサッカーを友達に勧められてやりました。でなんかサッカーはディフェンスがなんか自分で守り神みたいななんか存在だなみたいな思ったから、なんかずっとディフェンスを やらせてもらいました。の左目の泣き袋です。誰でもあるわけじゃないってことをなんか知ったので、自分だけのなんか特別ななんかポイントなんだなって思ったからです。元気で声が大きくてすごくなんかリーダーシップがあってパワフルな人って言われます。なんか周りを笑わせることとか、少しなんていうかツッコミみたいな、お笑いの2つの役を1人でやるみたいな、なんか時々変えてみんなを笑わせることが好きです。小学6年生の時に応援赤組の応援団長をやったことです。ずっと6年間憧れ、なんかみんなの前の代表みたいな感じだったから、すごいやれて嬉しかったです。だから何なんだの好きなところをモノマネします。恋人みたいかな、周りから見れば。君にそんなメイクは似合わない、消せない女らしさの押し付け、会いに行くあんたのためじゃない、言いたいことはただそれだけ。あんまり リズムを刻むっていう生活
をこの12年間あんましたことがなくて、それで初めてのレッスンの時とかもリズムがやっぱり全然取れなくて、だけどその真っ白な状態から自分がどれだけ成長できるかみたいなのをこれから試したりしてやっていきたいなと思います。これからはもっともっとパフォーマンス力を磨いて、自分がたくさんこれから成長できるように頑張ります。今回のハロプロ研修生コーナーは吉田ひかりちゃんでした。すごいね、もうひかりちゃんは本当に歌がうまい印象があって、うん、実力診断テストの映像とかもね、うん、見させていただいたんですけど、一人でその曲を歌い切っちゃうんだっていうぐらい、声質もそうだけど肺活量とかもあって、うん、本当に逸材だなと思いました。やっぱウェイクアップとかさ、一人で歌う曲じゃないとモーニング娘。でも思うから歌ってて、そうだよね。そう、それを選んで、で歌ってしっかり賞まで取ってくっていうね、かっこよくない？かっこいいよね、本当に、うん、すごいかっこいいなっていう風に思いました、うん、ケララちゃんはね、はい、研修生出身ですけど、自分の研修生時代とかで印象に残ってることとかありますか？はい、そうですね、研修生時代は入ったばっかりの時は先輩もたくさんいるので、うん、歌割りとかがそこまでもらえないんですけど、うんうんうん、入ってから半年ぐらいした時に歌割りをもらえるようになって、その時にキスに愛してる、はいはいはい、生徒さんのキスに愛してるを選抜でやらせてもらった時に、憧れの鈴木愛理さんのパートをいただいて、結構そこからこうなんか自分のパフォーマンスの感じとかも変わったなと思っていて、ターニングポイントだったなってこう振り返ると思うんですけど、そうやってこう成長できる機会がたくさんあるので、研修生は、今の研修生のみんなもね、もっともっとメキメキ成長していくと思うので、すごく楽しみです。逆にほまれちゃんはこの間研修生発表会にもゲスト出演されてましたけど、はい、どうでしたか？そうですね、モーニング娘。が基本的に研修生発表会にゲストで出演するってなかなか、いや本当に、いやそうないよね、ので、うん、すごい逆に緊張したりしたんですけど、うん、やっぱ全員曲とかもあって、研修生のことをモーニング娘、はい、本当にだから全員ですよね、そのやったんですけど、いつもハロープロジェクトのコンサートとかだと、その全員が見えるようにちゃんとなんかセットが組まれてて、うん、ダンスとかがあるんですね。でも研修生発表会はやっぱそういうのはなかったので、平面なんですよ、平場だから、うん、やっぱ4列とかになってしまうと、どうしても一番後ろの子は、まあ、2階とかからだったら見えると思うんですけど、1階のその奥の方とかからはちょっと見えづらくなってしまうと思うんですね、うん、なんですけど、そういうところでもその本当に一生懸命に、なんだろう、もう自分がセンターにいる風な感じでパフォーマンスをしているのを見て、私たちは袖からもダイレクトで見てたので、すごくなんか、はあ、かっこいいなっていう風な気持ちになりましたし、尊敬、なんか私も頑張ろうっていう風になんか刺激を受けましたね、はい、いいですね、うん、研修生から学ぶこともたくさんありますので、す、はい、私たちも頑張っていきたいなと思います、はい、次回のハロプロ研修生コーナーもお楽しみに。キャリーバッグ、ガラゴロ行く春、新大阪、地余り。モーニング娘。24の岡村ほまれと、お茶の間の米村キララがお送りしているハロステ。ここからはハロプロフォト日記、イエーイ、イエーイ、はい、ということで今回は私たちが一緒にお出かけした時の写真を見ながら、あれこれお話ししていきたいと思います。はい、では早速私、うん、米村がセレクトした写真を紹介したいと思います、はい、こちらです。はい、この写真はですね、鎌倉に遊びに行った時の写真なんですけれども、はい、鎌倉大仏を二人で見に行きまして、うん、見に行きました。もうこれは本当に見に行くまでが大変で、はい、なんでかって言ったら、この日も本当猛暑だったんですね。そう、めっちゃ暑かった。めちゃくちゃ暑かったんですけど、うん、
私たちはその電車に乗るルートを知らず歩いて進み始めてしまって、うん、結局3駅分ぐらい歩いた。山の中を絶叫しながら歩きまして、うん、もうたどり着いた時の感動は感動やばかった、半端なかったですね。いやなんか本当に知らないって何って感じ、調べろよって感じかもしれないんですけど、うんうんうん、なんか結構ね、ノリで行っちゃうところがありまして、そうそうそう、進んじゃったんだよね。そう、なんか Google マップで見た時に34分とか書いてあってえ、なんか怪しくないと思ったんですけど、何もね、考えず本当なんていうんですか、そのアニメで出てきそうな大自然の中を、大自然の中、大汗かきながら、坂だったんだよね、道が坂でも、うん、そう、超上り坂の超上り、でも誉れちゃんが梅干しのお菓子を持っていって、うん、それに本当に救われて、もうこんなにながら塗りながらも梅干しもらっていいとか言ってそれに救われました。本当にありがとう、うん、あの時は。いや本当到着した瞬間さ、うん、でも大仏行くと思いきやもう我慢できずにかき氷食べちゃったかき氷屋さんもあれは嬉しかった、 天国かと思いましたね。あの世界一美味しいと思ったよね、あのかき氷。しかも本当に美味しかった。本当に美味しかった。シロップ下までちゃんと、なんだろう、上だけじゃなくて中までシロップがかかってて美味しかったです。そう、全染まり系だったんだよね。全染まり系だったね。本当にね、大変だったけど、なんか青春感じた。感じたし、うん、大仏もすごく大きくて、うん、迫力満点で見れて嬉しかったです。嬉しかったです。はい、ハロステ。私が選んだのはこの写真です。ボン。これはですね、浅草に行った時の写真なんですけれども、うん、はい、当日ね、この日は5月9日だったんですよ、はい、ということでキララちゃんに、はい、彼氏のように待ち合わせ場所まで来てもらい、はい、誕生日プレゼント交換もし、最高の一日だったんですけれども、はい、この日もなんか食べる予定だったんだよね、めっちゃ。いや食べたんですけど、うんうん、なんかね、お団子大好き、団子、そう、お団子大好き、団子姉さんなんですよね、こちら。で団子食べすぎてて、なんかしょっぱな初手団子行ったんですよ。初手団子で次も団子、次も団子、しかも結構かなりでかい白玉系のこういうお店にこう行きまして、大ボリュームだったね、あれは。もうなんか団子で全てのなんか胃が埋まってしまって結局なんか団子以外に食べたの、こんくらいちっちゃいなんかパンダさんまんじゅうみたいな、あーそう食べたね、クリームカスタード入ってたやつと、うん、何もね、なんか食べられず、団子みたいな、ずっと団子みたいな、ずっとお団子いただきました。まあお団子も美味しかったですけどね。美味しかった。メロンパンも食べたね。そう、やっぱあの計算は大事ですね、こう胃の計画というか、やっぱ計画性が結構2人でいるとなくなってしまうんですよ。なくなっちゃうからね。なんかこういう結果になるんですけど、うん、まあそれも楽しいんです。そうですね、はい、臨機応変に、臨機応変に、ね、はい、食べたいものを食べていきたいと思います。ハロステ。こんな感じでね、見ていただいた通り、話した通り、結構仲良く、はい、よく出かけてるんですけれども、そのどんな感じで出かける先を決めているとか、ね、たくさん質問来てるので、はい、答えていきたいと思います、はい、でどんな感じで出かける先を決めているっていうのはですね、うん、あの基本的に彼女から提案されることはないですえ、そう、え、毎回、うん、あの私岡村誉が誘ってますよね、うん、誘ったことないよね、私のこと。え、あるよ。え、ないよ。あるある、ない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 。でも私は確かに便乗系かも。こういろんなここ行かないここ行かないの連絡に、うんうん、めっちゃいいじゃん、そこ行きたいって全部こう送るっていう感じで、うん、だから役割は、ね、決まってますよね、それで言ったら。そうだね、なんかここ行かないって言って、はい、まあ、うん、結局行き先も変わる時もあるんですけど、まあ、いろいろですね、コロコロ。この前怒られました、それでじゃあすごいんですよこの子って。なんか例えばじゃ餃子を食べに行こうって今日は、うん、でも餃子で集合してるんですよ、うん、13時に餃子で集合してるんですよ、うん、なのになんか、え、なんか新大久保行きたい、うん、あ、じゃあ新大久保行こうか、いいよ、うん、って言ったら、え、映画行きたくないとか、みたいな、もう、はい、はっきりしようぜとは思うんですけどそんなナチュラルにはっきりしようぜ入れてきましたけどそう、でもすぐ私って行き先変えちゃうから、うん、本当に申し訳ないんですけど、でもね、それが面白いんですよね。そう、逆に私が新しい道をやっぱ切り開いている感覚っていうのはありますので、はい、反省せずにこれからもどうぞ、はい、好き放題行きたいと思います、うん、好き放題やってくださいよ。ありがとう、連れてきてくれて。いやいや、こちらこそです。うん、せーの、メゾビヨーン。
2024オータムディスコーティックの初日が無事終了いたしました。どうでした？楽しかった。楽しすぎたね。
そうだったよ、さやちゃん。そうですね、あの本当になんか毎回あのビヨンズのライブでの感想というか、うん、内容の紹介として、うん、ビヨンズならではとか、うん、できる最大限のって言ってるじゃないですか、うんうん、なんかそれをまた更新してきた、うん、それが最大だと思ってたのに、うん、だからまだいろんなことをやって、うん、本当これこそビヨンズができることを詰め込んだライブだなって思います。本人たちもびっくりしてる、びっくりしてる、本当にまだまだ伸びしろあんだなって思って、あるねまたやってくれたすごいですよね。ゆうどうだった？今回ディスコティックっていうことでビヨンズとディスコの相性良すぎるって言って、いやーすごい ね、なんかさちょっとあのビヨンズの曲をディスコ風にアレンジして、うん、なんかさあのユニット曲とかもちょっと違ったアレンジでやってるじゃん、うん、それのそこのコーナーがもうほんと楽しくて、いつもと違った歌い方とか違った表現振り付けも違うものになってるので、ちょっとディスコもっと思ってやりたいなと思って。みんなのフリーダンス大好き、めっちゃいいよね、みんなね、めっちゃ楽しいよ、楽しい、楽しい、皆さんも踊ってくださってたね、ねえ、そうそう、ずっとディスコみたいでねえ、楽しかった、楽しかったです。ブータン先生は？あ、私はですね、もうみんながこの活気感、ブータン先生ですごい呼ばれまして、まあ、あの新曲のアーキムニ先生の振り付けをさせていただいているんですけれども、こちらの曲はあの今の大人になった5周年を迎えた私たちにしかできない表現をお見せできたらいいなというふうに思って作ったんですけど、それだけじゃなく、うん、他にも新曲がはぁーにするってそれなんだねという形になっております。はい、もうね、もうまたさらに何でしょうかね、パワーアップしているビヨンズをたくさん見ていただける、うん、もうほんとビヨンズがキュッとなったツアーになってますので、キュッとキュッとキュッとビヨンズの魅力をねたくさんの方に見てもらって、そしてビヨンズと一緒に盛り上がれるツアーになってますので、あの今後もね、まあ、ファイナルの日本武道館とかもありますので、うん、ぜひお越しいただければと思います。はい、それ以外にね、ピアノとか、トークボックス、DJ、うん、ダンス、うん、もう、本当にいろんなことをこのツアーで凝縮してやっております。引き続きツアー続いていきますので、そちらも楽しみにしていただきつつ、ツアーファイナル日本武道館公演も、たくさんの方と素敵な時間を共有できたらと思っております。以上、ビヨンズでした。モーニング娘24の岡村ほまれとお茶の間の米村きららがお送りしているハロステ、そろそろお別れのお時間となりました。はい、ということで今回2人で、うん、仲良し2人でお送りしてきましたけど、はい、どうでしたか？初仕事ですよ。そう、初めて2人でこんな映像に乗るんですけど、うん、なんだろう、こんなに仕上がりが怖いハロステは初めてですね。いや、本当に申し訳ない。あの、まず最初どんな風に映ってるか、いや絶対やばいでしょね。だってもうこんなラフに話してしまったので、うんうん、でもこれをね、こう楽しく見てくださる方もいるかなと思うので、はい、ぜひコメント欄で反応待ってます。はい、ハロステのこの挨拶だけ練習しときます、2人で、もう毎回笑わないということで、ここでお知らせです。モーニング娘24コンサートツアー秋ウィーキャンダンス、今週末は石川長野公演があります。このツアーはですね、ウィーキャンダンスということで、あの石田恵美さんのラストツアーになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、石田さん見逃さないように、そしてモーニング娘。も絶対に見逃さないように、ぜひお近くの際は来てください。そしてお茶ノーマーライブツアー2024シーズン2、こちらの地元は日本ジャンを開催中です。今週末は大阪奈良公演があります。全国各地回っていますので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。待ってます。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。お相手は、モーニング娘24の岡村ほまれと、お茶の間の米村きららでした。さようなら。